ユンを連れて帰る前にそっちが倒れるというのは勘弁してくれ。大丈夫です。ですが、すみません、今日はやめておきます。何？少々気分が優れないので、また後日、明後日までには必ず。わかった。では、失礼します。おい。なんですか？いや、使命だか命令だかを守りたい気持ちはわかるが、無理はするなよ。言われるまでもありません。失礼します。我が主よ、私はどうしてしまったのでしょうか。私はどうなってしまうのでしょうか。
ユン、寒いか？ユン、今日こそ。あ、ヒナ。何をしているのですか？いや、別に。離れてください。お前はそのまま寝ていろ。大丈夫だよ。大輝から元気もらったしね。元気？気にするな。それより今は早く頼む。そうですね。
ユン、もういいでしょ。あなたは天使の法に違反している。そしてその状態では今でもかなり辛いはずよ。あなたのわがままで困っている人がいる。あなたの勝手で迷惑している人がいるのよ。そんなことは。ああ、迷惑だな。大輝。ガキじゃあるまいし、そろそろ聞き分けよくして帰る。大輝はあなたのためを思って言っているのです。それがわからないのですか。だって大輝がどんな気持ちであなたを私に託したか何もわかっていない。どれだけ悩み、どれだけ心配して。ひなみな、本当に転生して人間になれるかどうかもわからない。そんな低すぎる確率にかけるより、俺はユンにこのまま生きていてほしい。生きていれば必ず会う日も来る。そう信じることにしたんだ。大輝の言う通りです。信じる者は救われると教科書にもあったでしょ。ユン、あなたは自分が切に願うことも信じず何もしないつもりですか。ヒナ、奇跡は待っているだけでは起きないわ。自ら起こす努力をしなければ奇跡は起きない。
姉さん。よかった、間に合って。そう言ってくれてもいいでしょ。いや、しかし。しかしもおかしもないの。私だってユンちゃんを心配してる一人なんだからね。ごめん。優しくね。はい。どうかした？別に。直してからまたいらっしゃいね。その時は何でも好きなもの食べさせてあげるから。惜しむ気持ちはありますが、行かせていただきます。ひなみな。はい。珍しかったな。お前が俺のことであそこまで言うなんて。自分でもわかりません。ただ私はユンの身勝手さに呆れ果てただけです。そうか。よろしく頼む。はい。ユンちゃん、バイバイ。そういえば姉さん、ひなみなとはどこで？内緒。
ったわよ。もしかして私たち以上にユンちゃんを心配してるかもね。ああ、大丈夫？ひなみなよ。年々我々天使の数が減少しているのは知っているな。はい。以前はお前のように神力を持つ天使がたくさんいた。だがこれも時代の流れ、人口の減少とともに神力を持つ者も現れなくなった。その神力を持つ最後の天使。ひなみな、それがお前であるということを忘れるでないぞ。は。神の力を借り、奇跡を起こす力。もはや我ら天使の世界に力は必要ないのかもしれんな。あなたは？その人がユン。ええ、連れて帰るの？この子が帰ると言ってくれました。他にも協力者はいましたが、最後に決心したのはこの子です。ユンは病んでいます。早く連れ帰り、設備の整った場での治療が必要です。本当に決意したのはそのユンなの？本人は帰りたくなかったけど、大切な人に言われて
仕方なく帰る決意をした。例えば好きな人とか。それでも最後に決心したのはユンだったわね。それならそれでいいのかもしれないわ。ええ、間違いなくユン本人が帰ると言いました。私はその支えとなり、共に帰る道を歩むのみ。気をつけて。大輝の姉と本人、サツキとハズキ、あの少女と、ごめん、もう少し。あの少女。いえ、何でもないわ。ユン、行きましょう。大輝。帰りましょう、ユン。